同僚にマスターのおすすめだそうだと言われ口に含んでみると、うん、香りがいいな、うん、あれ美味しいじゃないか、これなんていうウイスキーなんだ。アイルランド人男性による日本のウイスキーにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はどうして買えないんだ、日本のウイスキーが世界中で大人気、海外スターもハマる日本のウイスキーだけの特徴とは、の話題です。海外、もはや贅沢品ではなく資産。日本人の飲酒者を対象とした好きなお酒に関するアンケート調査によると、一番人気はビールや発泡酒、ビール系飲料、2位はチューハイ、サワー、3位はワイン、そしてハイボール、梅酒、焼酎、日本酒、カクテル、ウイスキーと続いていました。なおハイボールはウイスキーを炭酸水で割ったもので、カクテルの一種です。ウイスキーをロックやストレート、水割りやお湯割りで飲んでいる人はあまり多くないのかもしれませんが、ウイスキー需要は多いと言えるでしょう。さて今回ご紹介するのはアイルランド人男性によるエピソードです。彼は母国のアイリッシュウイスキーこそ世界で一番おいしいウイスキーだと思っていたそうです。しかし日本のウイスキーを飲んで衝撃を受け、その考えが大きく変わってしまったと語っていました。彼は一体日本のどんなウイスキーを飲んだのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。僕が日本のウイスキーを知ったのは最近のこと。それまでは全く興味がなかったし、誰かに勧められたこともなかった。母国のウイスキーは世界最高だから、わざわざ他の国の、しかもアジアのウイスキーなんて飲む必要はない、そう思っていたんだ。アイルランドは世界的に有名なウイスキー生産国で、ウイスキー発祥の地。実を言うと、ウイスキーの起源は諸説あって、スコットランドがウイスキー発祥の地だという説もある。でも僕は母国アイルランドだと信じているよ。12世紀にイングランド王ヘンリー2世がアイルランドへ侵攻した時、アイルランドの地元民が蒸留酒を飲んでいたという記述があるんだ。ヘンリー2世の兵士が報告したとされている。この記録が1172年頃の話。一方スコットランドの方はどうかというと、こっちは15世紀半ばなんだ。スコットランド王室の記録には、王の命令で修道士に蒸留酒を作らせたと残っているらしい。この記録は1494年のものだそうだから、どう考えてもアイルランドの方が先なんだよ。ただ決定的な証拠は、正式な文献は残っていない。ヘンリー2世の兵士が報告したとされる蒸留酒がどんな飲み物で、どんな成分が含まれているのかといった記録はなく、さらに言うとウイスキーかどうかわからないらしい。その地元民が飲んでいたという蒸留酒の原料が不明っていうこと。同じ蒸留酒でも、ブドウが原料ならブランデーだし、サトウキビならラムだからね。その当時、蒸留酒はラテン語で生命の水という意味のアクアビッテと呼ばれていた。蒸留技術がケルト人に伝わると、ゲール語で同じ生命の水を意味するウィシュケベアハと呼ばれるようになった。このウィシュケベアハはオスケバウ、ウスケボーと呼ばれるようになり、やがて現在のウイスキーという呼び名が定着したと考えられている。ちなみにゲール語はアイルランドの第一公用語で、アイルランド語とも呼ばれるんだ。アイルランドのブッシュミルズには世界最古のウイスキー蒸留所があるし、やはりウイスキーの故郷はアイルランドだと思う。アイリッシュウイスキー以外の世界的に有名なウイスキーといったらスコッチウイスキーだろう。スコッチウイスキーはイギリスのスコットランド地方で作られる蒸留酒。原料は大麦やライ麦、トウモロコシなどの穀物で、製造過程でピートを使うからスモーキーな香りがするんだ。アルコール40度以上で仕込みから発酵、蒸留、熟成までスコットランドで行っているものがスコッチウイスキー。中にはアルコール60度を超えるスコッチウイスキーもあるそうだよ。それとアメリカウイスキー。アメリカ合衆国で作られるウイスキーの総称で、原料は大麦やライ麦、トウモロコシ、小麦と様々。よく知られているのはバーボンウイスキーじゃないかな。
もともとアメリカではスコットランドやアイルランドからの移民がライ麦を使ったウイスキーを作っていたんだ。ライ麦はバージニア州やペンシルベニア州の寒冷な気候でも育つから。でもある時ウイスキー税が導入されて、これに反発した農民たちは政府の目の届かない場所に移動する。テネシー州やケンタッキー州だ。その土地で収穫しやすいのはトウモロコシだったから、今度はトウモロコシを使ったウイスキーを作り始めた。これがバーボンウイスキーの元になっているそうだよ。他にもコーンウイスキー、ライモルトウイスキー、モルトウイスキー、ウィートウイスキーがある。もう一つ、カナディアンウイスキーも有名だ。カナディアンウイスキーはカナダで生産されるウイスキー。ウイスキー初心者でも飲みやすいものが多いと言われている。確かアメリカからの移民がライ麦や小麦を使ってウイスキーを作り始めたのが最初だったと思う。他の国のウイスキーと異なり、ブレンドしたりフレーバリングを添加したりできる自由度の高いウイスキーなんだよ。使用量は定められているものの、ワインやラム、ブランデーといった他のお酒がブレンドされているんだ。いろいろなフレーバーがあるからカクテルにも向いているそうだ。そしてアイルランドのウイスキー、アイリッシュウイスキーにはどんな時でも飲みやすいという特徴がある。香りに癖がなく滑らかで繊細な味わいだから、初めてウイスキーを飲む人にも向いていると思う。どうして香りに癖がなくまろやかな味わいかというと、スコッチウイスキーのほとんどが2回蒸留するのに対し、アイリッシュウイスキーは3回蒸留を行うから。そしてスコッチウイスキーにはピート香が付けられているが、アイリッシュウイスキーにはその香りがない。原料の麦芽を燻蒸するときにピートを使わないからだよ。僕は穀物の豊かな香りと軽くまろやかな味わいが特徴のアイリッシュウイスキーが一番好きだな。家族もウイスキーが好きで、食後はほぼ必ずウイスキーを飲む。父親はウイスキー片手に料理をすることもある。ウイスキーを飲むときはロックで飲むことが多いかな。その方が本来の味を楽しむことができるし、デキャンタに入れておけばさらに美味しくなるんだよ。そして寒い日にはアイリッシュコーヒーを飲む。コーヒーに砂糖とアイリッシュウイスキーを入れ、上にホイップクリームを乗せた飲み物だ。アイリッシュコーヒーは1940年代にアイルランド南西部にある空港のパブで生まれた飲み物。その当時、アイルランド南西部の港町にあるフォインズ飛行場は、アメリカ・ヨーロッパ間を結ぶ大西洋横断空路の燃料補給地であり、乗り換え地だった。乗客は燃料を補給している間、寒さに震えながら待たなくてはいけなかった。そこで考案されたのが、心と体を温めて元気を出させる飲み物、アイリッシュウイスキーを入れたコーヒー。アイリッシュウイスキーはビールと組み合わせることもあるし、お湯と合わせてホットウイスキーにすることもある。ホットウイスキーも寒い時にぴったりだけど、調子が悪い時にも飲むんだ。クローブというスパイスとレモンを加えたホットウイスキーを飲むと体がよく温まるからね。アイリッシュウイスキーは身近な飲み物の一つであり、毎日の生活に欠かせない飲み物とも言えるんだ。だから仕事で日本に行くことが決まった時も、日本のウイスキーを飲んでみようとはこれっぽっちも考えていなかった。今となっては勧めてくれた同僚に感謝しているよ。それに彼は僕の知らないウイスキーにまつわる話もいろいろと教えてくれた。面白い話ばかりだったな。僕が日本にいたのは数ヶ月前のこと。ある時親しくなった同僚から仕事帰りに飲みに行かないかと声をかけられた。同僚は僕がアイルランド出身だからってわざわざアイリッシュウイスキーを飲めるバーを探してくれたんだよ。嬉しかったな。日本ではあまりアイリッシュウイスキーを売っていないし、どこに行けば飲めるのかよくわからなかったから。同僚はどちらかというとビール派でウイスキーに詳しいわけではないという。たまに飲む程度だって言っていたな。その後も時々一緒に飲みに行くようになり、ある日こんなことを言われたんだ。そうだ、日本のウイスキーを試してみたらどうだ。多分アイルランドには売っていないだろうし、ウイスキーが好きなら日本のウイスキーも飲んでみるといいってね。でも僕は日本のウイスキーに興味がなかったから断ったんだよ。すると同僚は、そうか、日本のウイスキーって今かなり注目されているらしいよ。せっかく日本にいるんだから飲んでみればいいのに、と言うんだ。
へえ、アジアのウイスキーが注目されているのか。それはちょっと気になるな。意外なことに日本のウイスキーはかなりの種類があった。でも何を基準に選べばいいのかさっぱりわからない。同僚にどれがおすすめか聞いてみると、そうだなと言いながらマスターに何か話しかけたんだ。それを聞いたマスターは一つうなずくと、ずらりと並んでいるボトルの中から一本を選んでくれた。そしてよく磨かれたショットグラスにウイスキーを注ぎ、僕の前にすっと音もなく置いてくれたよ。同僚にマスターのおすすめだそうだと言われ、口に含んでみると、香りがいいな。あれ、美味しいじゃないか。これ、なんていうウイスキーなんだ？マスターがグラスと一緒に置いてくれたボトルを見ると、響きと書いてある。隣に日本語が書いてあって、同僚に聞くと、これが響きという漢字だと教えてくれた。どうして響きという名前なのか聞いてみると、世界中の人々や自然と響き合い、ウイスキーを通して共生していくという強い思いが込められているという。なんだか素敵なネーミングだな。響きはサントリーが販売しているブレンデッドウイスキーだそうだ。サントリーは国内に3つの蒸留所を所有していて、約80万もの貯蔵樽を所有しているという。この中から響きにふさわしい原酒、酒齢17年以上の長期熟成モルト原酒を厳選し、高度なブレンド技術によって作り上げているそうだ。ベリー類のようなフルーティーな香りと花のような甘い香りがするのが特徴で、軽やかな味わいのウイスキーだ。ラインナップは12年、17年、21年、30年などがあるらしい。僕が飲んだ響きのボトルには17年と書いてあったよ。サントリーは海外にも蒸留所を所有していて、アメリカやカナダ、スコットランドとアイルランドにも蒸留所があるという。驚いたな。響きは世界的権威の酒類コンペティションにおいて、ほぼ毎年何かしらの賞を受賞しているそうだ。例えば響き21年は ISC 最高賞トロフィーを獲得しているし、 WWA ワールドベストブレンデッドウイスキーにも選ばれている。どちらもイギリスの酒類ウイスキー専門誌による国際的なウイスキーコンテストだ。知らなかったよ。日本のウイスキーってすごいんだな。僕が驚いていると同僚はマスターの説明を訳して伝えてくれた。日本のウイスキー、つまりジャパニーズウイスキーには次のような定義がある。原材料は麦芽、穀類、日本国内で採水された水、麦芽は必ず使用する、糖化、発酵、蒸留は日本国内の蒸留所で行う、3年以上日本国内において貯蔵し、日本国内において容器詰めする、充填時のアルコール分は40度以上、色調の微調整のためのカラメルの使用は OK、 日本洋酒酒造組合が2021年に制定したそうだ。ジャパニーズウイスキーの大きな特徴は優しい甘い香りだという。もちろんウイスキーに糖分は含まれていないし、飲んだ時に甘さを感じるわけではない。でもバニラや蜂蜜のような甘い香りがする。これにはジャパニーズウイスキーの熟成に使われる樽が関係しているという。日本産の水ならという木で作った樽、水なら樽を使っているから甘い香りのするウイスキーができるのだそうだ。ジャパニーズウイスキーには4種類ある。一つはシングルモルトウイスキー、大麦麦芽だけを使っていて、一箇所の蒸留所のモルトウイスキーだけをボトリングしている。グレーンウイスキー、これはトウモロコシ、ライ麦といった穀物を使って連続式蒸留機で何度も蒸留して作られるそうだ。ブレンデッドウイスキー、モルトウイスキーやグレーンウイスキーを原酒としてブレンドしたもの。さっき飲んだ響きがこれらしい。そして日本独自のピュアモルトウイスキー、これはモルトウイスキーのみをブレンドしたものだそうだ。僕はマスターに頼んでピュアモルトウイスキーを出してもらったよ。山崎というウイスキーだった。これもフルーツのような甘い香りがして口当たりは滑らか。これもいいな。同僚はジャパニーズウイスキーは世界的に注目されているって言っただろうと言い、面白い話を教えてくれた。ジャパニーズウイスキーが注目された理由として、メイドインジャパンへの圧倒的な信頼性があること、和食などの日本の食文化に興味を持つ人が増えたこと、
世界的なコンペティションでの輝かしい受賞歴があること、そしてジャパニーズウイスキーに繊細でバランスが良い香味があることなどが挙げられるそうだ。海外の有名スターがジャパニーズウイスキーの CM に起用されたこともあったという。例えばショーン・コネリーはサントリー響き17年と同時に発売されたクレスト12年というウイスキーの CM に出演している。ビル・マーレイは日本の東京を撮影舞台にした映画ロスト・イン・トランスレーションで響き17年のイメージキャラクターを務めているという。キアヌ・リーブスもサントリーウイスキーの CM に登場しているらしい。そしてザ・ウィークエンド、カナダ出身のシンガーソングライターである彼は親日家として知られていて、自身のインスタグラムで日本のものを紹介することが多く、ジャパニーズウイスキーや日本酒の写真をアップしているらしい。ジャン・レノは東京で行われたチャリティーイベントグローバルギフト柄のオークションでジャパニーズウイスキーをなんと1900万円で落札したという。知らなかった。ジャパニーズウイスキーってすごい人気があるんだな。せっかく美味しいウイスキーに出会えたんだし買って帰りたいよ。ところがジャパニーズウイスキーは現在品薄状態で入手が難しいという。中には販売中止になっている銘柄もあるとか。どうして買えないんだ。すると同僚とマスターは品薄になっている理由を説明してくれた。一つ目の理由は日本でハイボールという飲み物が流行したこと。ハイボールはウイスキーをソーダで割った飲み物で、サントリーがマーケティングを行ったらしい。でもハイボールはロックやストレートよりもウイスキーを消費する飲み方をするため、想像以上にウイスキー消費が増加したという。その4年後にはウイスキーに関係するドラマが大ヒットしたとかで、さらにウイスキーの消費量が増えたそうだ。消費に追いつくようにウイスキーを作っていればよかったんだろうが、ウイスキーの生産量を減らした時期があったそうなんだよ。でもその後、国産ウイスキーブームが起きた。ウイスキーは熟成に何年も何十年もかかるから、急に販売量を増やすことは不可能だ。それに加えて海外からのウイスキー需要が拡大。自国にはない新たなウイスキー、ジャパニーズウイスキーを求める人が急激に増加した。そんなわけで、日本で人気のウイスキーを手に入れるのは至難の業だという。せっかく美味しいウイスキーに出会えたのに。僕はその後ウイスキーを買いたくて探し回ったけど、結局買うことはできなかった。帰国すればアイリッシュウイスキーがあるから、まあいいか。そう思っていたら同僚からジャパニーズウイスキーをプレゼントされたんだよ。嬉しかったと同時に驚いた。一体どうやって手に入れたんだ。すると同僚は、実家に何本もあるのを忘れていたよ。父も最近はあまり飲まないし、アイルランド人の同僚へのお土産って言ったら喜んで譲ってくれたんだ。気にしないでくれ、実家にあるのは全部もらったものだから、と言うんだ。僕はお礼を言ってありがたくジャパニーズウイスキーを受け取った。そして今でもうちにはジャパニーズウイスキーがある。そりゃあいつもはアイリッシュウイスキーだけど、特別な日にはジャパニーズウイスキーを飲んでいるよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本のウイスキーは値段が高い。探すとなると75から150ドルくらいは払わないといけない。俺が欲しい日本のウイスキーが手に入らない。もはや日本のウイスキーのボトルは贅沢品ではなく資産だ。バーで飲んだ山崎は良かったし購入したよ。間違いなく話題性だけじゃない。信じられないほど芳醇だ。唯一の不満は価格だな。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアイルランド人男性は日本のウイスキーを気に入ったようです。現在人気の銘柄はなかなか入手できないと言われていますが、彼は運よくジャパニーズウイスキーを手に入れたようですね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、次回も見てくださいね。じゃんけんぽん。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。
日本っていいね。